はい、これ運動にもなります。どうも、料理の時間でございます。今回ですけれども、豚キムチ弁当を、作りたいと思います。豚キムチ弁当って言ったんですけれども、夜ご飯の献立にも全然使えます。今日はなんで弁当かというと、僕は気づいたんですよね。仕事が休みの日ってダラダラ したい日ってあるじゃないですか。もう外出もしたくないみたいな、そんな時に弁当を作って冷凍してたらすごく楽なんじゃないかなと思ったんですよね。休みの日に料理を作る手間も省けるので、この弁当シリーズも動画を見てくださってるご視聴者様とも共有したいなと思い、動画を撮らせていただいてます。しかもこれは冷凍することにより仕事に持っていく弁当にもなったり、いろいろな使い用途があるのですごく助かります。しかもコスパもめちゃくちゃ最強なのですごくおすすめです。それでは調理の方に取り掛かっていこうと思います。使う材料が豚こまと、このキムチですねと、玉ねぎ1個と、ニラですね。はい、合計金額がこちらとなっております。1172円です。はい、それでは先にお米を炊きます。3合を炊きます。炊いた後に、すぐに冷ましておきますと。はい、それでは調理スタートです。まず玉ねぎを、切っていきます。これは薄いスライスに切っていきます。次に、フライパンに油を大さじ1杯入れ、豚こまを、ぶっ込みますと同時に、スライスした玉ねぎもぶっ込んで、炒めていきます。強火で、炒めていきます。そしてこの、キムチを、全部投入します。次にニラですね、これをこのキッチンシアーズで、切っていきます。すごく便利です。このハサミは、食用ハサミは便利です。はい、次に、醤油を大さじ3杯ですねと、みりんを大さじ2杯ですね。再び、強火で炒めていきます。はい、それで、ある程度火が通ったら、ごま油を、大さじ2杯ですね、入れていきます。再び強火で、炒めていきます。はい、そしたらこんな感じで完成です。見た目も最高に綺麗です。はい、こんな感じです。ものすごく、美しいです。はい、それでは、盛り付けていきます。まあやっぱりこの、6日あるとすごく便利なので、活躍しますね。昼間、まあ月曜から土曜日まで、昼間1食あるので、それがだいたい約200円でできるので、すごく、便利となっております。はい、で最後に、蓋をして、冷凍すれば、終わりです。はい、すごくおすすめとなっております。はい、いかがだったでしょうか。入れる具材もすごくシンプルになっているので、かつ、簡単に作れるので、作ってる最中に四苦八苦することなく、作れちゃうのですごくおすすめとなっております。コスパも、正確な金額で言うと1食あたり195円になるので、コスパもめちゃめちゃ良いですね。プラスアルファで、6日分の、弁当ができちゃうのですごく助かります。ちなみに、解凍するときなんですけれども、冷凍庫から弁当を取り出してそのまま30分ぐらい自然解凍して電子レンジでチンすれば、出来たてのように美味しく、食べることができるので、あと、職場とかに持っていくときは保冷剤などを入れて煮詰め込んで、持っていけば、お昼の休憩時にはいい感じに、溶けているので、あとはもうレンジで何分かチンすれば、あったかい美味しい弁当が出来上がるので、すごくおすすめとなっております。はい、ってことで今回は、豚キムチ弁当を、作ってみました。今回の動画をそろそろ終わりたいと思います。といつもご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方も、よろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。